えそれで結局行き着いたところがですね何かっていうとえ彼の言ってたのは3つしかないだからここから皆さんがね覚えて帰ってほしいというかこうそういうふうなセットアップ準備をしてほしいんですけれどもえ彼はこう言ってますね「私たちは感情に影響を与えるビジネスをしているんだ」っていうだけただのみそれのみだよっていう感情に影響を与えるんだよっていうことこれを理解してほしいです。ということはその言葉から僕ね気づいたんですよね。 であれば感情にフォーカスすれば中心にフォーカスしていられるんじゃないだろうかと人の一番中心となる場所にフォーカスできるんじゃないだろうかというふうに思いました。でそして分かったことが人は <laughs>、えー、集客に関してビジネスに関して 結局ビジネス表面いろんなものがありますけど中心に見ていったら新規で集客して初めてお知り合いになってその後短期間で信頼してもらってそしてファンになってもらうこの3つのプロセスしかないっていうことが分かりました。どどんんなな商商品品ササーービビススでででああろろうがもうがが本当にす 新規集客した後短期間で信頼を獲得しそしてファンになってもらうこの3つのプロセスしかないんだっていうことが分かりました。でじゃあこの時の感情はどういう感情なのかっていうことが分かればそもそももうやることシンプルになるので私たちは感情に影響を与えてるので。じゃあどういう感情が湧いてるかっていうと新規集客する時は 暗記っ,って鬼かな鬼かな,鬼かな分からんやん鬼かもしれんまあいいや疑心暗記なんですよねええー、神経集客の時は全然信頼できてない感情では不安でしかないですよねこの人たちはどんな人たちなんだろうっていう <laughs> 疑心暗鬼の状態です、えーまあ、皆さんも新しい商品買う時ってなんだろうな嘘くさいというかこれが本当だったらいいのになぐらいで買う前に完全に信頼しきってもこれで間違いないみたいなならないじゃないですか僕ちょっとなるから痛いんですけど <laughs> 僕なっちゃうんですよなっちゃうからいろんな失敗したんですけど <laughs> もうだって僕はあのねかき氷やる時なんてこれで億万長者だと思ってましたからね。 <laughs> まあいいやなんでカンマ新規集客するときは疑心暗鬼の状態もう疑うというかこう不安というか信じてないけれどもまあんだろうな言葉にすると「ほんまやったらいいな」とかこの,このチラシが言ってることがほんまやったら事実やったら嬉しいなぐらいでもそれはまだ信じるわけにいかないよぐらいのそんなふうに感じてる状態ですね疑心暗鬼の状態。じゃあその次は短期間の。 信頼獲得っていうことで、次はじゃあ初めて集客した人が何を見てるかっていうと、うんこういうことを見てるんですよね。この会社さんこの取引先ここの商品サービスは信頼できるだろうかっていうことを気にしながら購入をしてます。購入っていうかなんだろう。 うんその商品サービスに関わってますよね信頼できるかどうかを気にしてますそして信頼できるって分かったら最終的には好きになるもうこの3つの感情しかざっくりもちろんここに対して細かいのはありますけどざっくり分けてこの3つでしか分かれてないですよね それぞれに対してどうアプローチすればいいかが分かればやること明確になりますよねっていうのが僕が今この開発したっていうか何だろうなプロセスというかビジネスの構築の何だろう設計図になります。